どうもフジポンです。いやついに来ちゃったねこの日が。マグロ、マグロ日和じゃない？ドキドキするね。いやでもこうしちゃいられないから今師匠のところに行かないと。早速行こう。車遊び TV。 この番組はエヌズステージグループとソウルズの提供でお送りします。ヒロ君おはよう。誰だ怖え。間違えました。すみません。怖え。ダメだあんな怖い人が多いと。怖え。すみませんでした。本当にすみませんでした。怖いんだ。見て超怖え。おはよう。おはようございます。ヒロ君ついに来たね。マグロ、マグロ今日マグロいけるんでしょ。うん、今日ね、はい、ついでだから大会にエントリーしたから。ついでに、ついでに大会に。初挑戦、初大会、初マグロ。なめてません。初物尽くしで。今回矢幅社長がフジポンのために選んだ舞台は青森県北津軽郡で開催されるクロマグロキャスティングフェスタ in こどまり。全国でもここでしか行われていないマグロキャスティングゲームの大会。フジポンにはこの大会でマグロ釣りに挑戦してもらう。ついに来ました。はい、イエーイ。番組最初のミッション、ね、マグロにチャレンジできるんだね、はい、釣り編の最終章。はい、張り切って。これのためにね、うん、いろいろ面倒くさいこう道をこう長かったね、結構 ね、ここまでね、はいはい、やっとたどり着きました、はい、そしてフジポンたちだけではね、うん、やっぱりダメなので今日も強力な助っ人を、はい、お呼びしております。それでは、はい、どうぞ。師匠、師匠よろしくお願いします。一郎師匠、そして佐々木さん、そしてあれどなたですか。あの コロンビアからうちのコロンビア支社。ハロー、はい、よろしくお願いします。赤坂赤坂さんです、はい。今回はマグロヒットの確率を上げるため一郎氏をはじめとしたこの3名に加え、少々小わもてのタケちゃん、あやちゃんご夫妻にも参加してもらい、総勢7名でマグロに挑む。どうですか今日は。いいんじゃないの。あ、釣れそうですか。まあだから、まあ、要するに日頃の行いがいいかどうかまたそうかなあ、そういうものなんですか。それも結構そういう、あの波の状態とかそういうのは。それであんまり関係ない。あ、そうなんですか。あれ、じゃあ絶対釣ります。マグロで飲みましょう。ではよろしくお願いします。行くぞ。はい。天候にも恵まれ、いよいよ始まったフジポンのマグロミッション。2隻に分かれ、こどまり港を出発した一行が目指すのは北金ヶ沢沖からタッピ沖のエリア。マグロキャスティングゲームのレジェンド一郎氏が案内役ということもあり期待が高まる。しかし出航直後、一郎氏の船にトラブルが発生、港に引き返すことに。一方、フジポンたちは早速釣りを開始。この辺からマグロを探していくみたいです。ヒロ君が上に行きました。マグロ。早速矢幅社長がナブラを発見。速度を上げてナブラへと向かう。マグロ釣りはどれだけ早くナブラに到達するかが大きな鍵となる。鳥がいっぱいいる。どうなるの、どうなるの。ナブラをめがけ素早くキャスティング。ナブラが立つ短い時間に投げては巻き、投げては巻きを繰り返す。こう。どうやってわかるの？マグロが降ってきてる。ミミミミミミ。あ、左左。しかし、アタックを繰り返すものの当たりはなく、一旦港に戻り、一郎氏を除くメンバーを乗せて再出航することに。一行はマグロを求め、タッピ先方面へと船を進める。いや、さっきのナブラダメ。多分、こんな感じでしょう。屋上しながらアタックを繰り返し、うねりが増すタッピ沖に突入していく。あそこにいるな、なんか。うん。
徐々に緊張感が高まっていく。そういえば今回フジポンがあまり画面に登場していないな。ハッピーにいますよ。ちゃんといるよここに、はい、いなくなってないからね。全然役立たず、もやもやっていうか背びれ出してまだ何もできてない。一行はマグロに夢中でフジポンの存在を忘れているようだ。この辺で待ってみろよ。また出ますかね。まだ集まるよ多分。ここでフジポン、しびれを切らし自ら動き出す。私に釣り方を教えてください。投げるか。うん、これをぶら下がったのを見て手端の離しながらビュー。おー、いったー。戻す戻す。あれ逆左、そう巻くの、すぐ巻くの、どこ巻くの。そうそうそう、それでいいの。いいの。戻ってきた。はい、もう一回。早めだね展開、うん。ようやく楽しくなり始めた。その矢先、出た、捕まれ、いた。やはりフジポンどころではなかった。フジポンにマグロ釣りは無謀な挑戦だったかもしれない。スタッフはちょっと反省していた。スコン館が投げろ。出てる出てる、また。え、元が釣れるよ。お、すげえ出てるよ。いるいるいる。ああ、ほらイワシのイワシ。お、あー、え、いる。なになに、さらに一行はマグロを追い求め大海原を駆け回る。すごいよ。出た出た出た。あ、なに、どこ。2時農作ポーズしてたら出たって。私に惹かれたのかしら。違うよね、ちょっと待って。フジポン、トークで頑張る。アズマル、ほら来た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 、盛り上がってきた。鳥山だ。来た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 。慌てんな。赤坂、上上上上上上上。ああ、ここら辺だ。ほら、いた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 。超えちゃったよお前。赤坂市。超えちゃった。痛恨のミス。どっち。あ、行き過ぎた。左左。左。バック。ちょっと待って。後ろ。いつどこに現れるのか予測不能のマグロの群れ。その群れを追う勇ましさはもはや釣り人という枠を超えている。さあ取ってよ。ちょっとこの一帯いるよ。360度、トビウオ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 、クジ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 。前は来た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 。だけじゃ2時、でも風上だな。いや、あ、いい、こっち11時の方がいいな。風下11時。お、マグロだマグロだマグロ、マグロ、マグロ、全部マグロ、うん、この辺もいる。さらにマグロを追い続ける一行だったが、ここで大会終了の時刻。今回はマグロを釣り上げることができず、フジポンのミッションは終了となった。その後フジポンも参加し表彰式が行われ、
この日の大会は終了した。今大会のエントリー数100名、年々参加数が増えているこの大会を主催者の生田さんはどんな思いで開催しているのか。魚釣りで青森県へっていうのが私のテーマでして、まあ、皆さんが来ていただけるように一郎さんも同じ思いなんですけど、これからも面白い釣りと青森に人が来てくれるのを願って頑張ります、はい、と語る生田さん。今後もマグロキャスティングの聖地としてたくさんの人が訪れることだろう。そして一行は一路弘前市へ。ということで弘前市にやってきました。今から車遊び TV 大反省会ということで、こちらの素敵なお店海なぎさんに行ってきます。反省。ここ海なぎはマグロ釣り師たちも集まる新鮮な魚介類を使った料理が楽しめるお店。では今日はまずはマグロ、お疲れ様でした。そして車遊び TV 釣り編大反省会ということで、まずは皆さんで乾杯していきたいと思います、はい、ではご発声をお願いします、はい、いろいろお疲れ様でした、はい、乾杯。乾杯。こうして始まった反省会。今回は釣ることができなかったが、フジポンにマグロで一杯やってもらおうと、矢幅社長の粋な計らいでマグロ尽くしの料理が準備された。反省会の模様は後ほどお見せするとして、途中話は思いもよらぬ展開に。 でもマグロがねちょっと釣れなかったのが、また行きますか。絶対行きたい。明日キャンセルして全部。あね。そういうこと？なかなかないですから、うん、そういうチャンスは。リベンジ。本当に行くの？うん。すごいな。行きましょう、うん、あれ、うん、一郎さん行きましょう。一郎さんは釣るとこ見ないんです、はい、行きましょう。はい。ということでマグロリベンジ決定。次回反省会の模様と合わせてお送りします。エルズステージイベントインフォメーション。10月7日8日の2日間、岩手山焼け走り国際交流村にてジムリー祭りを開催。ジムリーレースから各種コンテンツまで用意したこのイベントをお見逃しなく。また見てね。